後戸米道は、通説では、五冠末に、太平道に少し遅れて、長領が、食軍の生徒近郊の革命山で、老子道徳教を基本にして起こした、道教教団。二代目の長江の死後、食軍では、友江軍の父である、長治の起動教団が、活発化した、駅臭木の流園の命で、三代目の長路と共に、 漢中大衆曽方を攻め滅ぼしたが、後に、長路が長治むを殺害して、それを乗っ取り、漢中で勢力を固めた。関連する文献に、小一名医、二十四地義図、天官消防などがある。また、陸長時代の天使道の残した文献から、老子を重んじていたことも推測できる。とは、道の木が変化して、形を持った神々の目録のことであり、 これらの神々と契約を結んだとされている。図とは宇宙全体の見取り図のようなもののことを指す。商本は大丈老君に植え定する祈願文の判例を集めたものを言う。魚剣の天略によると、ゴトベい道として教団を創始したのは蝶治であるという。三国史の注釈者である杯将氏はこの記述について蝶治は 長江とあるべきとしているが、史実外や三国史修下にある長炉伝修下ではこれを否定している。五干書では、黄金の乱が起こった中平元年七月に、友江軍の府の長治が反乱したとあるので、一時期は長治が宗教勢力を持っていたのだろう。ゴッドベイドの名は、信者にごとの米を寄進させたことに由来する。長炉が長炉を天主として崇めたことから、 後には、天使道という故障に変わり、さらに、小一教と名を変えて現代まで残る。呪術的な認識で信徒の病気の治療し、流民に対し無償で食料を提供する場を設けた。悪事を行った者は、罪人とせず三度まで許し、四度目になると罪人と、表して道路工事などの軽い労働を犯した。これらのことにより信仰を集め、 さらに信者から構成される強固な自治組織が形成されていった。一般信者を起訴つ、それをまとめるものを採取、さらにその上に、主君、主君を置く階級性があった。こうしてごと米道は、三国時代直前には、館中に宗教王国とも言える組織を形成したが、懸案20年に曹操が館中に侵入してくると、これに基準する。 後とべ道は基準後の冠中支配を実質的に容認されたが、曹操が後とべ道信者を強制的に北方へ連行したことから競争を中心とした採取制度を崩壊。後とべ道そのものは一時中絶の危機に陥る。その後、精神が滅亡し、闘神が当選した時に、陽軍にある龍子さんへ拠点を移した。以降は、小一教の功を参照のこと。協議は、 太平道に似ていて、病気治療が基本である。この教団によると、人が病気をするのは、人間界を支配する宇宙の神がその人の罪悪に、対して、懲罰を与えるためであると説いた。それで、病人は性質に閉じこもって、過去に犯した罪悪を懺悔し、複罪閉じ替えを意味する直筆の祈祷書、または誓約書を三通書かせ、一通目は、 山の上に置いて山の神へ、二通目は地に埋めて、地の神へ、三通目は水中に沈めて、水の神へ、いわゆる天、地、水の三冠神に捧げて、病気治療をした。ありがとうございます。